オタファのガングヤロー日記。どうもご皆さん、こんにちは。オタファのガングヤロー日記へようこそ。今日はこれで遊びながら、いろいろお話しします。というわけで今日遊ぶおもちゃは、ビーロボカブタックのカブタック。鉄腕探偵ロボタックのロボタックだ <laughs> さあ、というわけで行きましょう。なんでこれで遊びたくなったかっていうと、まあそうです。次の仮面ライダー。仮面ライダーエグゼイド。 あれを見てたら、あの、これで遊びたくなりました。うん。まあ、古きからのね、玩具野郎とか、日朝をずっと見てたファンなら、もうご存知だと思うんですけども、あの、エグゼイドってこう、可愛らしいキャラクターから、こう、大きくなって、まあ、いわゆる等身大の仮面ライダーになりますよね。どことなくこういったカブタックやロボタックに、こう、コンセプトが似てるんですよね。というわけでね、<laughs> これ、懐かしいなぁと思ってらっしゃる方、結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。うん。これね、 ちょっと早速これで遊んでいきましょうスーパーチェンジ、うん、これがねかっこいい変形をするんですよねゆっくりいきましょう、うん、こういうふうになってるんですね反対側も同様 まあいつも懐かしいおもちゃっていうと結構割と僕は戦隊。うん、戦隊で遊んできたんですけども。まあこういうのもたまにはいいですよね。ここが、パコッとなって顔が隠れます。うん。これが足だったパーツ。これを下ろして、伸ばす。これが腕になります。うん。まあこれは説明不要かもね。あの、変形ギミックに関しては。うん、もう見たまんまです。 というふうになりますそしたらここを開くそうすると頭部が出てきます武器ビリットスティックこれを持たせれば完成ですこのコミカルなキャラクターがかっこいいあの等身大のロボットになると、うん、まあエグゼ z ドを見ていたらまあこれを思い出しましたね うん。で、この兜は、これが変形して、このビリットスティックになるっていう設定なんだけど、まあ、玩具オリジナルとして、まあ、こう、ちょうど、この手に持たせられるんですよね。こんな感じ。うん。余らせるのも嫌なんで、こうしましょう。うん。さあ、次。これが、ロボタック。G シャーク。うん。 S g s h a r って今思い、今思えば、あの当時流行っていた時計の G-Shock をちょっとかけてるんだろうね。今こう腕を外したんですけども、g シャックそうです。磁石。こう磁石の力でくっついています。手、足、この尻尾。うん。ちょっと今取っちゃったんですけど、2件があります。 さっきのブタックは変形でスーパーチェンジするのに対してこっちは組み替えですね一度手と足それから胴体に分けますそれでそれぞれを変形させて再びくっつけるといった方式、うんうん、そしたら胴体 こうげると目が隠れます、うん、で、ここに足腕、うん、このカチっていう小気味いいところが好きですそしたら背面こう開くと頭部が出てきます 剣を持たせればこれで完成。カブタックとロボタック。一緒に並べるとこんな風になります。おぉ。いいですね。うーん。まあ、ガング、僕が気になるのはエグゼイドの、仮面ライダーエグゼイドではどんなガングが出るんでしょうね。僕的にはこういった小組みよく変形するフィギュアに大変興味があります。 もちろん、ベルトとかもすごい興味がありますね。うん。あの、エグゼイドで、たまに、こう、僕、ツイッターやってるんですけども、ツイッターとか見ると、格好悪いとか、格好いいとか、ま、あいろんな意見があると思うんだけど、みんなは、どう思いますか僕は、仮面ライダー、エグゼイド、あの、初めて見て、ま、あ映像とかはそんなに見てないんですけども、動いてるところは、あの、僕、<laughs> 偶然、大阪で、大阪に行った時に、えっとね、仮面ライダー芸人が集まる、あの、な、なんて番組だったっけやろ あの、なんだっけ。アメトークうん、アメトーク。アメトークで、うん、初めて見たんですけども、あの、エグゼイドの、あの、さっきの、この変身前の、あの、可愛らしいキャラクターの方の、うん、エグゼイドが出てて、あ、こういう感じなんだなっていう感じで、うん、見ていました。まあ、さっきも言ったように、仮面ライダーエグゼイドって、要するに、ま、投影がやりたいのって、まあ、このラインの流れですよね。 うん、まあだから、仮面ライダーっていう、こう、歴史の中で、こう、縦で考えると。仮面ライダーの歴史で考えると、いや、もうこのシリーズを仮面ライダーでやるんじゃねえよって、こう、思うかもしれないんですけどね。けども、まあもう、東映の長い歴史を振り返れば、もう頑張れロボコンから、もうこういったキャラクターっていうのはいっぱいあったんですよね。まあ、この、ロボットに変形するっていうのじゃなくても、例えばロボットハッちゃんとか、自分が覚えてるのはロボットハッ ちゃんとか、あとは、ロボットじゃないんだけど、ペットントンとか、あの、これ本当なんですけど、中華なパイパイっていうのもあって、<laughs> なんかこの辺のデザイン、あの、この辺のライン、うん。こういう感じの番組に、あの、やり、したいんじゃないかなっていうのをちょっと思いましたね。うん、まあだから、 こういったいろんな要素を仮面ライダーに入れてくるんじゃないよってこうファンの人はね思うかもしれないんだけど昔からこうずっと見てる人にとってはうんずっと続く日朝のその時間帯の横で考えるとまあ割と東映はよくこういうデザインラインのまあこういうヒーローっていうのはやってますうんだからあの仮面それがね仮面ライダーのテイストが入ってどういう感じになるか楽しみですよねうんなんかそんなことをふと思いました だから、なんていうのかな。まあ、かっこいいかっこ悪いは別として、まあ、東映がよくやる、あのー、パターン系統ですよね。うん。あと、うん。そうだね。ちょっと関係ない話だけど、仮面ライダーのことについて僕あんまりみんなの前で語ったことがないんだけど、仮面ライダー、あのー、僕の中のど真ん中あの、この際みんなに言うとね、<laughs> 僕のね、ドストライクの仮面ライダーって、仮面ライダーブラックなんですよ。 仮面ライダーブラックと仮面ライダーブラック RX。あれを見て育ちました。あとはこれらの、こう、だいぶ前にメタルヒーローシリーズっていうのがあってて、もうメタルシリーズ。もう、エクシードラフトとかソルブレインとかね、ジャンパーソンとかジバンとか、もうああいうのずっと見てきて育ってます。うーん。みんなは、どの辺がど真ん中なんですかね。 おそらく、今、えっ、ー、と、いくつぐらいだろうな。まあ今、平成ライダーも結構進んでるんで、まあ、二十歳ぐらいまでの人はね、まあ、平成仮面ライダー見て育ったのかもしれないんだけど、うん。まあ、平成ライダーずっとやる前は、割と日朝ってこういうのが結構メインでしたね。うん、あとはさっき言った、中華なパイパイとか、二回目。<laughs> あ、中華なイパネマとかね。うん、そう、そういうのずっと見て育ってきました。だから割と、その、 うん、なんか平成ライダーが始まった時も、あこれ仮面ライダーっていうか、メタルヒーロー、メタルヒーローじゃないのとか思、思いましたね。うん、だからエグゼイドが変だっていう人の感覚で言うと、僕的に言わせてもらうと、平成ライダーがこう初めて出た時に、ああ、東映今度はメタルヒーローシリーズやりたいんだなと思いました。うん、その仮面ライダーを見ながらね。 うん、だけどまあその仮面ライダーはこうどん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 ね歴史を追ってってまあそういったいろんなものを取り入れながらこう現代にこうあの続いてますよねうんだから僕から見るとエグゼイドが、うん、ここにあっても何ら変じゃないっていう話 <laughs> うん今日紹介したこっちはまずカブタックじゃん見えるかなカブタックデラックスセットこういうザブットパーツドリルットパーツこれがセットになってさらに本体に こう、ダイキャストが使用されている超合金版。これが、あの、僕持ってます。で、これはスーパーチェンジシリーズって言って、これが、えっ、ー、とね、全部でね、9まで発売されてたかな。9か10だ。10。うん。で、僕は確かトーンボーグまで持ってたから、10まであったはずなんですよ。うん。で、ロボタックはこれ。磁石チェンジシリーズ。うん。これも全部持ってます。 なんかみんなに聞きたいな。えっ、ー、と、みんなのど真ん中。みんなのど真ん中の日朝って何見てましたもちろん戦隊あってもいいですね。戦隊。うん。戦隊で言ったらね、僕のど真ん中は、えー、っとね、やっぱりライブマンとか、えー、マスクマン、うん、フラッシュマン。この辺がど真ん中なのかな。うん。で、日朝で見てたのは、なんか中華なパイパイとか、僕3回目だな。 パイパイとかうーんうーん、なんかそういう不思議系のやつ。うん、で、あとはメタルヒーロー、うん。で、仮面ライダーは仮面ライダーブラック、うん、それから RX、うん。みんなはなどんなものを見てましたかもしよかったらぜひ教えてください。あとはね、仮面ライダーエグゼードに対する感想とか、うん、なんかそれぞれに思うことをもしよかったらぜひ教えてください。あとはこういったおもちゃのリクエスト。 もしよかったらぜひ、あのー、好評なようであればね、これちょっとずつこう、レビューしていこうかなーと思います。お時間来ました。えー、みんないつも本当にありがとう。もしよかったらぜひコメント残していってください。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おでおでした。チャンネル登録もよろしくね。